大丈夫ですかね。さあカメラじゃ切り替えお願いします。はい、来てますね。はい、大丈夫ですね。始めていきましょう。 K1 方式によるトーナメントを始めていきます。では呼んでいきましょう。無心鉄拳お願いします。はい、番号は見せないで。無心鉄拳、ちょっとくじあのカードもね。はい、さあ次どこですか。森部財閥、森部さんお願いします。番号は見せないでくださいね。はい、次行きましょう。グローリー、同じく長崎県から回りました。グローリーの真冬、昨今大会でいい成績を出している真冬です。今大会の決勝も活躍が期待できます。さあ次のチームはあのチームお願いします。さあ優の美杯覇者、さあ引いていきました。次のチーム行きましょう。フルーツ軍団 with 肉チームですか。はい、お願いします。はい、さあカレーが引いて、はい、行きます。さあ次、桃太郎電鉄岡山、はい、お願いします。シューディーです。はい、次カエル軍団ジーナン、さあ大金星を挙げて勝ち上がってまいりました。ホーム岡山県山佐本社カエル軍団、カメラにめちゃめちゃ欲しがっていきましたけど、はい、最後サラのチームお願いします。サラのチームも岡山勢ですかね。はい、はい、ということで、はい、さあ運命のくじを引いた一番のチームはどこでしょう。じゃあ一番のチームお願いします。はい、一番のチーム前、一番は、一番をまさか数字が誰、カレー、悩むことはない1番お願いします。張り出してください。さあ1番、関西勢カレーワイルドカードから勝ち上がってきました。さあ1番上に飛び込みます。はい、番号その中置いといてね。はい、2番お願いします。あれ、また2番もあれですか。ああ、無心鉄拳、そう無心鉄拳、どこに飛び込むのか。1番下に飛び込んだ、はい、順当な流れですね。はい、3番お願いします。3番のチーム、はい、さあシューディーこと桃太郎電鉄岡山、そう上に飛び込みました。はい、番号シューディー、あ、中にお願いします。はい、3番のチームがシューディーたちだったんで4番お願いします。サラのチーム、さあここから読み合い大きいですよ。平和に行くのか仕掛けるのか、平和を選ぶ。さあ、あとに委ねる形、5番。なんと、ケロット、どこに行く、はあ、飛び込んだのは、自らサポートしている、プロの選手のいる、ゆうのび軍団、ゆうのびたけのチームに飛び込みました。無心鉄拳 VS、カエル野郎、次男となりました。さあ、ここからは残り3枠です。ございます。6番のチームお願いします。さあ来ましたよ、ゆうのび覇者、迷わず飛び込んだ岡山チームを潰しに行きます。さあ7番、どこが7番でしょうか。7番のチーム、森部財閥が、ここ結構重要ですよ。は、下に行った、森部財閥下に行きました。となると上に入っていくのが二次予選、ここを潰したグローリーと再度関西のチームが激突となりました。さあこのように組み合わせ決まりました。改めて振り返っていきましょう。一番上からフルーツ軍団 with 謎の肉、そして次は、グローリーとの対決ですね。はい、そして桃太郎電鉄岡山、そして、あのチーム、ゆうのび杯覇者クータン率いるあのチームということです。次はサラのチーム VS 森部財閥、兵庫 VS 長崎の対決、そして最後スポンサードチームとですね、
企業様の対決となります。さあこれちょっと負けるとですね、スポンサード剥奪という恐れもあります。この組み合わせ、カエル軍団次男 VS 無神鉄拳、まあ、勝つのかな、これ無神鉄拳勝つんですよね、勝ちます。あ、ボーナスあるんですか。あ、分かりました、頑張ってください。はい、ということでこのような組み合わせとなりました。さあ、実況の方マイク戻していきます。じゃあ実況席お願いします。はい、組み合わせが決定しましたね。さあここからは、はい、ハメコが戻ってきたら、あ、まあ交代してますね、はいはい、ちょっとハメコさんがカメラ調整してくれて、そうですね、カメラを自ら調整してくれてたんで、はい、ハメコの無駄遣い、お願いします。はい、残るは、まあ、トーナメントに8チームによるトーナメントのみとなりました。はい、というわけでカメラをやってました。カメラいい感じですね調整バッチリ。というわけでですね、この組み合わせの方決まっていきましたけど、はい、振り返ってみましょうか。今ね、多分ね、頑張ってね、うん、あのね、今作ってくれてんだよね、データでね、作ってくれてるんだよね、はい、まずフルーツ軍団対、グローリー、あ、来ましたね。これはお互い優勝候補チーム同士が当たる組み合わせですね。さっきの試合の再来ですかね、はい、あ、そうなんだ。そうだ、そうだ。ノルマジャックが3立てした、はい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 、お、大阪との再戦ですね、はい、これちょっと先鋒戦が見ものですけど ね、 ね、誰が出てくるのか、はい、そんな組み合わせです。そして次シューディーたちとモーターオーディンスです。そうですね、はい、岡山混成チーム対岡山チームという組み合わせになってます。次が森部財閥対、サラのチーム、これも岡山のチーム対、長崎九州の混合チームになってますね、はいはいはい、長崎九州対岡山と、はい、そして、最後が無神鉄拳対カエル軍団ここでやるなんて誰が考えた本当にマジでまさか当たると思わなかった。いやでもこれね、当てに行くでしょ、うん、まあ、面白いもん、はい、で勝ったら超美味しいもんいや、まあ、超美味しいじゃん、すまないですよ超美味しいよ超美味しいよ負けられないね、負けられないですね。いやだからノーリスクだよ、間違いない、カエルたちにとっては、間違いないです、うん、ですよ、胸を借りる気で来てるから、分かる、あとは胸借りる気で来てるから、はあ、ここからは4大進行する感じ、1大進行、はい、一台時間あるからね、ゆったり全部見ていきましょう、一台で進めていきましょうか、やった、はい、まずは、はい、呼び出しをしましょうか、ちょっと待ってくださいね、はい、あ、すみません、まさかもう一度、まあ、でもこれね、結構この形式のトーナメントというかではあるんですよね、あるんですよね、2回戦う、はい、ということが、まあ、ダブルエリミネーションじゃなくてもそういうことが、起こりうると。じゃあ、プレイヤーをこう呼び出していきたいと思います。決勝トーナメント第1回戦、まず登場するのはフルーツ軍団 with 謎の肉、はい、拍手でお迎えください。カレー選手、破壊王選手、そして日清選手からなる、大阪チーム、大阪一軍チーム、そして対するはグローリー、はい、拍手お願いします、はい、ありがとうございます、こちら長崎のチーム、竹林、野呂間、真冬と、先ほどのね、二次予選ではこの2チームぶつかり合いまして、野呂間ジャックがなんと3立てという驚愕の結果になりましたけれども、その結果を受けて、はい、フルーツ軍団大阪の面々としてはこうどうするかというところを、きっと今しっかり考えているんじゃないでしょうか。リベンジマッチですかね。リベンジマッチです、はい、さあ先方両方着席しました、はい、着席しましたね、はい、ではもう少々お待ちください。
きましょう。盛り上がっていきましょう。ケロットカップ決勝トーナメント1回戦第1試合レディーファイト。さあ座っておりますルーツ軍団 VS グローリー、二次予選のリベンジマッチとなるこの試合、はい、さあ先方がこちらも先ほどの二次予選と同じ組み合わせで、どうやら先方戦が行われるようです。先方グローリー、先方座ったのはノロマ、対するフルーツ軍団先方に座ったのはカレー。さあステージが重要になりますよね。なるほど、どちらがステージ選択権を取ったかというのは非常に重要になる。報道は壁なしステージで戦ってたんですが、どうなるのかな。さあカレー VS ノロマ、やべえな、また見れんのか。これこの試合が今度は決勝トーナメントで行われます。はい、九州チーム対大阪チーム、ここ岡山でこの2チームは激突。さあ選ばれたのは無限です。やはりこのステージ、またしても無限ステージねえ。開幕、今度はノロマが自分から前に出るような、うますぎる、序盤ですね、かなり前に出るという動きを見せてプレッシャーをかけて置き技を誘ってアッパー。しかしここでカレーもハイキックで、カズミのハイキックはかなり減ります。無敵タックルまで起きてしまうとジャックは避けられない。さあライト勝負の一発、これは決まる。トラを出して、まずはカレーが1ラウンド目の選手、今度はアッパーに出してスカシカクテルの形で、おっと有利を取ってから両パン投げはしっかり受けている。そして暴れを誘ってさばいて、今度はカレーがさばく。カレーの番ヘルからの置き攻め、2発目あえて出していく接近戦。さあこのちょっと待ってからのアッパー、カレーはついに対応したか。ガードして反撃、ノロマのレイジこれを生かせるか。出し切りガードから攻めていく、だっ間に合わない。カレーが2ラウンド練習、お互いに空を切る。やはりジャック技のリーチが長いので、おっ抜けを誘って、今のはよくある両パンな打ち投げを遠くで出されてしまうと、ボタンを押してしまうという上級者向けのトラップ。さばいて、マジで減る。これは置き攻めが待っている。これは横転からダウン打ち、これでノルマがレイジ状態。あーっと、カレーリベンジ成功、ね、2回目はカレーが譲らなかった、はい、さあ今時報、じゃあ中堅ですね、中堅どちらが出るかと、グローリーの方が話し合いが行われております。さあ中堅をどちらが出るんでしょうか。考えてますね。考えてますね。はい、さあさ続いて、はい、中堅、はい、登場します。ジクリンの登場。画面を戻してもらっていいですか。さあ画面を切り替えていただければと。はい、はい、画面お願いしていいですか。画面切り替え、あ、ほんと、はいです、まあ、今度はジン、はい、弾みに対してジンを、さあ次は、いや、チクリンですね。出てきたのはチクリンのジン、はい、ジン対弾み、どうなんだろう、見たことないな、これそもそもカズミがね、レアですからね。そうですね、あんまりこの組み合わせ見たことないですね。
選ばれたのは恐怖を教えて。おっと、神殿ステージ、はい、やはり肩固めのドア落としのね、間違いないですね、ゴフレ投げ、いわゆる特殊なテクニックを使うことで投げ抜けを非常にしにくくするテクニック、そこからの床を叩き割ることが可能です。まあ、陣としてはこの神殿は得意ステージと言える。さあこれです、あー割っていく、ここから床が割れて大変な、おっとお見せになるが、さすがにこのまま削り取る。さばいているからスクリュー、そして運んでいく、これで中段、ここまではチクリンが非常にいいペースで試合を進めております。はい、出していく、勝負の一発か、これはしかしチクリンが冷静に対処、壁際どうする、削り、カレーがレジ状態、さあ壁登り、反対ポイントはしっかりと下がって対応、あれもねガードさせればゴブになるので結構めんどくさい動きなんですが、チクリンがしっかりと対応しています。超減った、超減ってる、やばい、やはりチクリンが、おお、ここはついに逆転ののろし、ハイキックから叩きつけコンボ、そして叩きつけて置き攻め、接近戦、タレが攻めていく、削り対戦、2発目いいところ出す、しかしカウンター、どこまで減る、置き攻め下段からのしのいだ、お中段、うわー、冷静すぎる、俺は中堅でかぶせた意味合いがかなりあった戦いになりましたね。いい選択でしたね、中堅の、これで中堅対決になります。次はここで日清ですね、日清が中堅、まあ、これまでね、いわゆる大阪チームは大体日清が大将を張っているという印象が強かったんですけど、今回は日清がこう中堅で、登場します。日清のアリサ、人体アリサ、選ばれたステージは無限ステージ、無限の方が壁ありステージよりは守りやすい、距離を取って逃げることができます。これを生かして、まあ、アリサバックステップや横移動の性能が非常にいいので効率いいな、さばきは、まあ、西はよくこの壁木なしステージを選んでいることが多いと。起き上がり下段から攻めていく、削り体勢の西に対してチクリンは防御的に対応していきます。カウンター、ここからおっとちょっと遠かったか、反撃、そして攻めていく、暴れた、削り、えらいな今のワンツー、まずは日清、さあ置いておくようなリリアナックル、カウンターから、まあ、私もちょっと遠い、2発目うまくフォローしました、うおやばいっしょ、マジか、ここでこの大胆な動き、止まってキャンセル、日清がペースを作っている、さあ中堅対決は日清がペースを握っています。さあ横から失礼して側面用のコンボ、顔を蹴っ飛ばしてダメージを取っていく、チクリンは残り体力は先端だ、ドットになった、じゃあ強い日清、うまいっすね今の、先端の時だけちゃんと打ち切ってますね。さあこちらはやはりここで日清が出てきた意味っていうのがすごいありましたね。確かにね、はい、うん、さあ大将が登場します。やはり陣の前よりちょっと離れたところから飛び込んでいくという、そうなんですよね、日清の動き、はい、はい、素晴らしかったです。さあここで大将が登場します。
グローリー大将、真冬のクラウディオですね。真冬クラウディオ大将でもあんなにライト打てますかね。どうですかね。やはりあのね、スカイをね、スカイを終わらせてきますからね。でも行くしかないですもんね。もう、まあ、キャラクター的にね、やはりあの技あっての立ち回りというか、その分まあ下段がちょっとね、はい、弱いというところもありますから、どのような動きを見せるんでしょうか。大将中堅戦選ばれたのはドラゴンズネスト。全面を壁に囲まれたステージ、大将登場。真冬のクラウディオ、さあ開幕ご挨拶。挨拶だ。うまい、うまい。やはりたくさん打ってきているだけある。置き攻め、ここはしっかりと日清がガードしているが、位置を入れ替えられるか、押し返していく。中間距離出し切り、なやばいやばいやばい、やばいやばい。さあこれで日清がレイジになりました。またクイックスライダーから強引に攻めていく。どうだ、潜りすぎ、まだ打つ、すごい、潜りすぎ、しゃがんでいる。これは日清の読み、そして壁際置き攻め、軸はずれている、反撃にならない、位置がずれて壁と並行した状況。真冬が少しずつ追い詰められてきているが、レイジ、これはガードになる、軸がずれて、いや今ドラゴンネストってこの円形というか八角形のステージなんですけども、壁に押されましたね。こういうのがね結構あるんですよね、たまに。2発目、当て勘には当て勘で勝負していってる日清。しねえから有利を取って中段、これは避けられない。さあこれは日清が暴れて、壁際レイジの真冬どうする、取ってくる、当たれば OK。 4番投げ、あるぞあるぞ、残る、じゃあ、うわー、今何かが化けてた。さあ化けてしまった。これで日清がこの対決に1回戦リーチ。おっせ、スターバーストーチはここからは、おお、マジで4番投げ抜けている、距離が遠くなるが、クイックスライダーからコンボをつなげていく。これでほぼ五分の状況になりました。飛んでいるが空中ヒット。さあ頭を出してスライダーから真冬がレイジ、これはガード、どうする、投げ、じゃあうまーい、リニアナック読んでいた、入るよ、ね、レンジャーズで、あいい勝負だ、ファイナルラウンドへ。泣いてもらっても真冬はここで勝たなければいけない。最終ラウンドだけ 1LK、 これまでね何回も何回もね回を終わらせてきましたからね。 ね、しかし西はしゃがんでいる、お空中ヒット、おいしい、アドリブコンボで押せ、ここで技が強化される。どうなる、あとこれはしゃがんで有利を取って、まだあるか、逆転劇、すげえのこの試合、勝ったのは真冬、これで大将対決、はい、大将対決ですね、両チーム譲らない、すげえな、キングか、これはクラウディオにとって一番厳しい相手ですね、キングが、はい、一番きつい、一番きついと思います、多分クラウディオ側は。チョップ、前回でのチョップが確定ありますし、確定があるし、ボディスマに対しての攪拌がほぼほぼ届かないんですよ。なるほど、あとはこっち側が打つ技が全てリスクがある。なるほど、なるほど、まあ、そういう意味ではやはり先方対決に勝った、はい、フルーツ軍団が、はい、有利を生かした、そうですね、あれですよね、チョイスを行ってきた結果が、はい、この対象対決と、まあ、その苦境を真冬選手は切り抜けられるか、うん、キング相手にでもノバ打つんですかね。まあ打つんじゃないですかね。めちゃくちゃ痛いですもんね。そうっすよね。
さっき1ラウンド7回言ってたらしいですよ。7回平均が1ラウンド7回らしいです。フルーツ軍団対グローリー大将対決、はい、選ばれたのは無限ステージ、まずは1ラウンド目、お互い前進するという。休め、おお割り込んでいる。さあ真冬から攻めていく、しゃがんで、これは反撃間に合わず、休め空振り、さあジャブがちょっと短い、手堅い攻防の状況になってきた。一発目から攻めていく真冬、うおこれは決まる、刺さる、ライトでも抑え気味ですね、かなり始まる。ゼロでしたね、変えてきましたね、変えてきた、強気マジで。2つ目、3発目カウンターから渡ったツアール、そしてカウンター確認してダブルアップから空中投げ、ランニングジャガーボム、このダメージ。さあ破壊を削り体勢だが真冬ここからどうする、しゃがんでいる、これで 1-1、 すぐ言った、そして投げ込む、わしっかり抜けている、破壊用のさばきから空中コンボ、このダメージ。やはり真冬としてもちょっと攻めにくいというか、うまくかいくぐりつつ攻めていっていると。カウンター、うまい、うわー刺さった、溜めた、かなり温めてスカイエンドロバー、おうわー、あんのか、いくのか、おーいくね、マジであんのか、これはまずは真冬がリーチ、フルーツ軍団対グローリーの大将戦勢いに乗ってきた、増やしてきたか、うまい、うまい、まあ 50% で当たってます、しっかりと、どうする、出し切り、こちらもしっかりと、そうですね、クラウディオの下段隙が大きめ、高い音してもかなり痛い、一発圏内だ、安全に動いてる、一発圏内、中段、有料取って投げ、受けてる、足込む、マジか、すげえわ、グラフィオはすげえすげえ、勝ったのはグローリー、あんなにライト溜めて当ててくるね、ちゃんと取りに、いや温めたね、最終ラウンド開幕打ってたじゃないか、もう、ね、かなり温めてた、いろいろね温めたおかげでこう最後の投げも通りましたし、そうですね、戦略だ、戦勝ちですね、いやすげえな今の試合は、いい試合でしたね、勝ったのはグローリー、お見事、マジか、いやいい試合でした、マジか、はい、それでは、はい、次のチームを呼び出したいと思います、次のチームを呼び出したいと思うんですけど大丈夫ですか、ダメです、ちょっとお待ちください、はい、OK、 OK です、はいはい、続いて、決勝トーナメント1回戦第2試合、はい、登場するのはまず桃太郎電鉄岡山、シューディ選手、新野選手、ペイちゃん選手による混成チームですね東京、広島、岡山と。シューディってちょくちょく決勝いますよ。いる。なんかね、うん、ちょくちょくいる。うん、大抵運営とかしてるのでちょくちょくいます。ちょくちょくいるやつのチームです。すごい。そして対するはあのチーム、空丹 A、シャープ、兵庫と岡山の混成チームとなっております。はい。さあ先方の、お二方着席したみたいなんで。大丈夫かな、じゃあ始めていきましょう。
はい、レディーファイト、行きましょう。まずはニーノの、はい、モタオ電鉄岡山先鋒は、ニーノのカタリーナ対して、あのチーム、あのチームってチームへ、さあ、あのチームは A さんですね。 A さんの吉光、カタリナ対吉光。吉光ってちょろっと大会に出てきては活躍するイメージない結構ありません？ありますね。ありますよね。もう、いや、鉄拳の吉光って言ったらちょろっと大会に出てきてものすげえ荒らしをしてやっぱそうなんですね。確かに。これずっとそうでしょう。先方で出てくること多いですよね。なんか持ってるんですよね、うん、必ず吉光使いってお土産持ってくるんですよ。さあ、選ばれたのはバルコニーブレイクがあるステージ。さあ、お互いかなり、この2位の選手のカタリーナ、かなり奇抜なコスチュームに身を包んでおります。そうですね、あれですね、あのジム帰りのおばちゃんって感じのさあ、やってくるぞ、この吉光かなりやってくる動きをしている。ここは2位のは一度下段で心を落ち着けて細かく攻めていくが、キャンセルからしっかり反撃。そしてこれで2位のがレイジ、手数が多い吉光ですね。うわー、ギャーある。ちょっとね、グレータレアの膝蹴り強力な技がカウンターヒットしたんですが、軸に壁やられがちょっと斜めでしたね。ね、嫌われちゃいましたね。シャクシャクして運んでいくのは A の吉光。接近戦、うー、ガフン、これは届かず、ひっくり返して置き攻め投げ、これはしっかりと抜けている。ノート、剣を持っていない状態では技が変化します。じっくり壁攻めしてますね。よく対応している。ここから置き攻めどうする、牽制キック、レジ通し、グッガッ、しっかりしてる。これで 1-1。さあ、ここはハヤブサ暴れ、前科の宝刀、さあ、ひっくり返して、ニーノが接近戦を仕掛けていく。いや、よく割り込みました。しかし、もう一度ここはニーノが取っていく。やはり吉光の細かい速い技は大体短いので、はいはい、ああいう要所でのちょっと下がっての対応というところで、ニーノうまく対応してますね。叩きつけて、これは空振り、投げ、位置を入れ替える形、カウンター、スクリーから運んでいく。これは壁に行った、叩きつけて置き攻め重視、どうする、これは抜けさせる、うわー、入れ替える、うまい、見せます、ニーノ。いや、今のは素晴らしい。あ、 2D みたいな、あのね、まあ、あの左投げはね、抜けさせて位置を入れ替えて壁に追い詰めるって形なんですけど、そこからよくあのね、壁登り反転攻撃、吉光よりアクロバティックな動きびっくりしました。さあ、これで、中堅、登場するのはモータロー電鉄の方ですね。次はどちらが、モータロー電鉄の D、あ、すいません、そうだ、ニーノさん勝ったんだ、あのチームの、あのチームだ、はい、シャープ選手、シャープ選手、シャープって名前なんですけど、ドラグノムなんて、まあ、まあシャープだ、まあシャープは、うん、シャープだなと。シャープ、シャープ、シャープさん選ばれたのは無限ステージ、無限を選ぶんですね。
さあ今度は普通のカタリーナが登場しました。先方 1T 側先方のニーノ対する 2T 側中堅に登場したシャープのドラグノフ飛んでいる。名前通りこうシャープなをね打っていきましたけれども、そこに対してジャンプステータスでニーノが対応してきました。アサルトから踏んでシャープな一発止めによく反応した。そしてトバット。これでラウンド2、ニーノがうまく暴れている。叩きつけ置き攻め、シャープのうーアンサーコックの落ちどころが素晴らしい。いいところで置いた。バチバチの殴り合いになっている。さあどちらが先に技を当てるか、ワンチャンス圏内とよく見ている。遠い、ね、遠いというかドラグノフはね立ち途中の肩攻撃が若干判定が高い。ロス出し切り投げ抜けている。シャープがレイジ、さあいいですね。嫌がり方がうまかったですね。これはうまくジーノが暴れていった。うまい、ここはしっかりと打たせていく。いやハット、まずはシャープがこの試合にリーチ投げ、ダウンを選択、接近戦、殴り合い、投げは抜けて、今度はシャープが攻めていく、投げ、もう一度、しっかりと抜けている、いいのが攻める、おお、カウンター、すげえ、差し込み、これは非常にうまい、空中判定だと思ったんですけどね、そうですね、カウンターでした、地上でカウンターになったと、えらい違いですからね、あれ、びっくりした。すげえ減ったもん。これで 1-1 ですね。はい、中堅対決、中堅対決なります。さあ桃太郎電鉄の方はですね、出てくるのはペイちゃんの、ペイちゃんですね、地元岡山のプレイヤーですよね。ジン対ドラグノフ、はい、ジンドラこれはどうですか。まあシンプルにキャラ性能的にジンの方がまあまあまあちょっと揃ってますね。そうですよね。でアサルトとかに対しても受け流し、そうですよね。まあソバットとかアサルトとか、そうなんですね、結構ちょっと遅めで反撃がないとか有利になるって技がドラグの方多いので、そうなんですよ。でまあアサルト行くにしてもまあサイミギがちょっと、そうですよね、置き技も強力であるというところ で、ね、駆け引きが難しいと思います、ドラグノフ側の方が。選ばれたのは三島道場、かっこいいですね、ドラグノフ。邪魔するな、かっこよくなかったかっこよくなかったかっこよくね、全然かっこよくなかった。あのボーイスカウトですねボーイスカウトのコスチュームに身を包んだシャープのドラグノフ、空中キットからオフで目踏みつけて有利を取って攻めていくシャープ。しかしここはゲダン蹴りカウンターからシャープな、これでフェイちゃんがレイ状態、しかし削り取る形で体力計算バッチリな技の素晴らしいですね、出し切りでしたね。まずはシャープ中堅対決に一歩リード。うわ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 、すげえ選択肢、ブリザードハンマー。さあシャープがいい感じに攻めている。ペイちゃんがなんとか、うわっいいところで暴れている。さあ位置が入れ替わって、これはペイちゃん千載一遇のチャンスか、しかしシャープナーでシャープが削り取って中堅対決にリーチ。うまい、これだ、快速右回し付き、コンボもめちゃ減る。有利を取って攻めていくのはペイちゃん、叩きつけて、しかしここでいい暴れ、そして自分の右に壁があるときはトゥースまで拾える。コンボが伸びる、
このダメージ運んで、あるぞカウンターから、けなさく、若干軸ずれしてたから、まあ、どの置き蹴りが来てるのも、呼び勝ってましたね。そうですね。ブリザードハンマー当たりますね。ここで投げ、ああ見えづらかったですね今の。スルッと入ってきた両パン投げ。さあシャープが中堅対決にスレライトから、おおうまい、どうするステージだが生かせるか、ゼロ技生かせるか、シャープだ、さあ粘れず、ここで託された男が、そうですね、ついに来ました配信。まあ言ってもシューディーはあの公式大会で、はいはい、そうですね、そうですね、決勝まで決勝トーナメント残ってますから、てますからグランドファイナルに、そうだからちょくちょく決勝トーナメントにいる男です。勝負強さ、あの伸びをあの大会で、まあ、2位と同じぐらい追い詰めた男ですから、確かに2位と同じぐらい追い詰めた男です、彼は持ってますよね勝負強さを。さあこれで桃太郎電鉄岡山チーム大将シューディーの登場、はい、はい、始まります大将中堅対決。シューディーはの陣はねすごいんですよ、結構すごいすごいんですよ。どのあたりがすごいですか。イカれてるんですよね。イカれてる、イカれだと、イカれてる強さあるんですよ陣は。でも技が揃ってるんで、なんか結構いろんな戦い方が、そう、もう危なくもいけますし ね、できますよね。二択も強いんで、うん、二択も強いから。選ばれたのは火山ステージ。黄色いなんというか周期が漂っております。周期言わないでください。メガネもしっかりしてますよメガネのジン。対するは生足を露出したボーイスカウトのドラグノフ。シャープが攻めていくが、おこれはスケパンチを止める形でいいアドリブ。接近戦攻めてくる。さあちょっと残ってレイジ状態。いやーうまく削り取って、ガードされて自分が勝手に倒される技を、はいはい、全然臆することなく打つんで出してきますよ ね、すごい、まあ、イカれてると、イカれてるし読みづらいんですよ。大会強いタイプなんで。なるほどなるほど、読みづらいタイプ。危ない抜けて、これはあそこで中段左付き合い来る。確かにシャープも若干困りながら下がっているように、そんな位置も見える。これまずうまい、しかし間に合わず暴れているが、シャープなカウンターヒット、はい、おおカウンター、しかしコンボはミスってしまう。どうなる、体力はまあ5分ぐらいですね。攻めていくシャープ、削ってますね。シューディはここでレイジ、これ怖いな、ジン、あるうわあやってきた、どうする、うわおジャンプステータス。これでシューディーがリーチをかけたので無限ステージにステージが変化しています。カウンター、あ拾えた、置き攻めに行く。シャープがうまくスカカクを取りましたが、シューディーがね振っている技がリターンがでかい。そう、おーでかい、リターンの大きい技をうまく使っている。アサルト、シャープな有利を取って踏みつける、ブリザードハンマー。こうその3ラウンド目の後半ではシューディが結構受け流しを、アサルトに対する受け流しを見せていたんですけど、あえてこうブリザードちょっと違うタイミングの技を打っていたと。シャープも素晴らしい動き。さあシューディが自ら前に攻めていく。アサルトこの受け流しで対応する。強気シャープな、よくしゃがんだ、投げ抜けて接近戦ですね。バチバチの殴り合いがまた展開されている。うおお、これは決まれば決まります。まあ距離を離せば離すほど陣強いですからね。そうですね、これで2に後がなくなりましたね。お互い打ったが減った減った、4割減った。
さあどうする、シューディがアートがない、シャープが攻めていく、フォーメルから削り出せ、よく合うした、ケダー2択に行く、強気だ、気合を貯めて、さあ何か さあ玉砕、受け流しをね狙ったんじゃないかな最後。なるほど、惜しかった、勝ったのはあのチーム。まあ気合ダメは確かに前蹴りと体育抱きの2択で、それを潰しに来る場合は受け流しっていう、まあ、チームはかなり使える部類ですよね、どのキャラの中でも。ただあのタイミングだとめちゃくちゃむずいですよ、うん、すげえ押せ押せってわけでもないし、そうそうそう、なんかちょっと仕切り直した瞬間に気合ダメられて、逆にこうシャープ選手もえっていうとりあえず多段技打っとけ、そう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 なった感じですね。さあ勝ったのはあのチーム、そしてじゃあ、はい、試合目のチームを呼び出したいと思います、はい、まずサラのチーム、サラのチームいらっしゃいますか、はい、いらっしゃいますね、はい、サラのチームは、サラ、ガッポイ、チョレギバナナと兵庫のチームですね、はい、兵庫のチームになってますね、はい、そして対するは森部財閥、森部タイカレー、大勢と、まあ、九州地方ではあるんですけど、はい、一応福岡の大勢を招き入れて、長崎と福岡の組み合わせのチームですね、はい、そう森部財閥、やはりこの大勢 の、ね、この最後にこう構えている力強さというか、そうですね、ありますよね、大勢のおかげで前2人が伸び伸びとやれるか、もう森部さんとかもマジ先方プレイヤーみたいな動きをしてますから、それが毎回功を奏していると。対してこうサラのチーム、こちらいかがですか。こちらは兵庫のプレイヤーなんでしょうけど、はい、多分その配信台で自分見てなかったので、見てないですね、まあ、ここまで来るということは実力派どうなんでしょう、はい、ぜひここで見ていきたいと思います。さあ先方対決、今日デビル陣初じゃないですか。初ですね、はい、サラのデビル陣ですね、ワンピガバー先方、サラ選手のデビル陣、はい、対するはツーピガ森部、財閥の先方森部のロート、恐怖を教えてやろう。選ばれたのはジャングルステージ、出た元気がいい、やはり森部選手では最近もう開幕ドラゴンテールの印象がすごい強くついてしまいましたさあしかし、いやサラのねいいこのダッシュ風、4本避ける形でしっかり反撃、うわ大差も下がる形で、本日2回目接近戦どうする、ドミッチャクはやはりローのハイキックがありますが、うまい、これは拾えずガードして、あーサマーがどんどん来る、まずはモリベ猿まで打っていく、ジャブがね空振りしますからね、はい、あーしかしこのサラの体側風人拳、非常にいい切れ味をしている、さあ空中人さらきつけて大き攻め、有利を取ってモリベが攻めていく、細かい攻め、そして大様逃げる形、飛んでいる、おさあこれはヘブンズドアからどうする、ギャハッずれて、うおこれはモリベがラウンドを連取して先方戦にリーチ、攻めていく、止まらない、モリベが止まらない、しかしうおーマジで、あれむずいでしょう、めちゃくちゃむずいですね、あれはサラのね非常にいい財布、これがうわっと背面から、これはうわあるのかない、なるほど、まずサラがなんとか1ラウンド取り返して1-2、開幕サマーは左アッパーで押し置き、運んで奈落、ジャハー先ほどのネタが
炸裂。投げ、これはしゃがんでいる。飛んでいる。うわ、うまい。ダッシュサマー反撃から壁込む。割れしっかり4割。2発目、これは受け身を取らないと。おあるのか、削っている。先方対決は森部が制す。サラも非常にいい封じを打ったんですけれど、ね、幼少の森部さんのガッツキがすごかったという試合でしたね。これでサラのチームは中堅が登場します。はい、まあ、残すは確かローとラース、ね、そうですね、ガッポイローとチョレギバナナラース。これはどっちを出すかというところですね。はい、前方中堅対決、サラのチーム対森部財閥。ロー同キャラ対決、ガッポイ対森部のロー同キャラ戦。選ばれたのは無限政治。さあ、非常にこのカスタマイズに対象感があって分かりやすい。確かに白黒で分かりやすいですね、はい、黒がガッポイ、白が森部と。さあ、まずは森部置き攻め重視、ジャンプするが位置は入れ替わず。カウンター、今度はガッポイが逆襲。キャンセルからドラゴンに飛んでいる。スクリューから運んで置き攻め、ドッと残って、これでガッポイがレイジ。このレイジになったことで浮かせればありますよ。え、これはレイジャーズ。うわー、なんとかなった、なんとかなった。いろいろありましたね。はい、しかし、ガッポイがその後削り取って、これは届かない。ダブルドラゴンは距離が離れますから反撃は難しい。そして一番減るつなぎ、これもしっかり。うお、上段なのでドラゴンにからスクリュー、そして空中コンボ。よくしゃがんでいる。うおうお、お互いにこのサマーの当て感が非常に、はい、いいですね、素晴らしい。これでまた、いやー、今度は先ほどね、ガッポイレイ状態からの大逆転劇だったので、うん、どうなるかなと思ったんですけど、森部がうまくハイキックで置いて1ラウンド取り返しました。しゃがんでいる。ハンマーから攻めていくのはガッポイ。ハイキック、空中ヒットを見逃さない。しっかりと、おこれは難しいコンボ。最後は空振りしてしまったが、早い展開で逆に空中ヒット。おわぁ、どうなの、背面ヒット、よく合うした。モリベがレイジ、どうなる。さあ、やっぱこれか。今度はちゃんとこちら決めていく、レイジアツ。モリベが先方戦にリーチ、あ、先方中堅対決ですね、リーチをかけました。2人抜きにリーチ。さあ、遠距離戦、どちらが前に出る。ガッポイが前に、しかしモリベがスライディングですか、しかくて、あー、ついにカウンター。どうする、置き攻め重視から下段。いやー、さあ、モリベがこれで2人抜きですか。大将を引きずり出す形ですね。はい、やっぱりローはサマーですね。はい、いや、本当ローはサマーですね。お互いね、試合でしたね。お互いサマーが非常にうまかったですね。さあ、これで、大将、サラのチーム大将出てくるのはチョレギバナナ、チョレギバナナのラース。
サマーのが潜り性能が高いとか、はい、あと派生のねダブルサマーがあるとか、まあ、そうですね、なかなか手が出しづらいんですよね。いろいろね優秀な部分も多いので、うん、そこだけで駆け引きが成立しますからね。止められる。さあ選ばれたのは火山ステージです。こちらはまず壁あり、そしてどちらかにランを取ると無限になるというちょっと特殊なステージです。反撃しっかり。まあでもこれ先方ならではの動きですよね。開幕からハイリスクハイリターンの技をこう振っていけるという。細かく攻めるのは森部。さあ素晴らしいスピードのシャイニングだったんですが、森部がしゃがんでいる。接近戦、今度は立っているぞ。どうする。さあしゃがんで反撃、まだ残る。お互いレイジ、どうする。レイジアーツ、いやーワンツーしちゃった。これは決まる。まずは森部。バシキリ、しっかりと反撃。これは冷静にガード、行くところは行く、そして守るところはしっかり守っている。中間距離、バナナが前に出ていきますね。しかし森部は接近戦に持ち込んでいく。左アッパー、細かく攻める。これで 1-1。 2は抜けている。しかし続く下段をカウンターで、いやー持続長すぎ。乱打戦になっている。しゃがんでいる。うわっ、さあどうなる。レイジのバナナ飛んでいた。遅けり。これでモリベが、うわ、いやいやいや、ぬるっとテイル。モリベがこの試合にリーチ。よくしゃがんでいる。バナナどうする。カウンター、ついにシャドウカッターカウンターから空中コンボスクリーから置き攻め女子、投げはしゃがんでいる。さあ削り体勢になるが、うわー、ここはワンツー、大将の意地見せましたね、はい、ラースのワンツーは判定が下に強いのでサマーに潜られなかったのかなというような一幕。そしてこのファイナルラウンドではバナナが攻めていく。置き攻めどうする。サマーしゃがんでいる。スライディング、読み切ったか。ドラゴンアッパーから置き攻め中段から攻めていく。バナナがこれでレイジ行かせるか。投げグッジャッツいでしたか。はい、ギャー決まった。勝ったのは森部財閥。森部さん立て、お見事。いや、お見事でしたね。非常にね、先方らしい動きをするんですよ ね、 森部さんのローは。いや、当て感がやっぱすごいですね、はい、テイルもね当たるし、サマーも当たると。いや、いい活躍でした。はい、じゃあ続いては、はい、1回戦最後の、はい、1回戦最後の組み合わせですね。これは非常に、やばい組み合わせと言っていいんじゃないでしょうか、はい、いろんな意味でやばい組み合わせになっております。そうですね、1回戦決勝トーナメント1回戦、第4試合はカエル軍団かっこ次男、カエル軍団がついに、この決勝トーナメントに決勝にしっかり残ってきました。駒を進めてきました。対するは無心鉄拳、こちらユーノビー、そしてタケというこの東京から来た主催者チームですけれども、はい、この、まあね、山本さんに、ね、スポンサード受けてるんですけど、ユーとノビーはね受けてる立場とね、うん、スポンサーしてる立場、そう、
カエル次男軍団次男チームは、おカエルの王子様、九之助。なこれ、ケワタなのかな、岡山、東京、岡山というチームで、シャオユ2枚がいます。さあ、これはカエル軍団としてはリスクが全くない、ノーリスク、超ハイリターンな。カエル軍団はノーリスクです。ノーリスクです。対してこの無心鉄拳は、もう絶対に負けられないという言葉では言えないぐらい絶対に負けられない、絶対に負けられないですねというこの組み合わせになっております。さあ準備の方ができたでしょうか。じゃあ行きましょう。レディーファイ、はい、始まります。カエル軍団次男対、まあ、ノビは今日初プレーですね。そうですね、無心鉄拳のこの試合。いやこれね、今日ねノビにちょっと話聞いたんですけど、あのうちのチームは、うん、今日何があっても、はいはい、順番は変えないでいくという話をねさっき聞いたんですけど、変えてますね今ね。見たらねノビがねガチでいくって言ってね先方にね座ってるんですよ。動かしたい。あそうですね、あなるほどね。確かにこれまでノビはまだ1回もプレイしていないので動かしておきたいというところもあって、ここでこれケワタケワタでいいの、ケワタシャオユ、ケワタシャオユ。対するはノビのドラグノフ。選ばれたのは火山ステージ、前方対決。ケワタさんがうまく技を当てている。アサルトで、アサルトで頬を潰していく。カウンター、これはちょっと迷いが近すぎた、近すぎたのか。なるほど、壁がですねちょっとあったので、はいはい、まあ、結構ねあのリゴー対カウンターから小美客がガードできないということが多いんですけれども、はい、まあちょっと自分の右に壁があったので決まらなかったと。さあノビがペースを作っていっている。サルトから攻めていくのはノビ、シャープなシャープな。キャンセルには対してはちゃんと対応。ケワタがレイジ、ここはうまくライト一発ダメージを取り返して、うますぎ。やはりこう攻めつつね相手に手を出させてそこを刈り取るというこのノビのスタイルが生きています。一気に2ラウンド練習して、後がないケワタ、レイジになってまだ攻める。いやスポンサーだろうがお構いなし、上からもみくちゃですね。これでカエル軍団次男は中堅が登場。やはりなんか自分の鉄拳をさせてもらえなかったですねケワタ選手。そうですね。続いてはどちらが登場するんでしょうか。このカエル軍団次男はシャオユ2枚看板ですから、はい、あとシャヒーンかシャオユかと、どちらを出すかと。どちらが出てくるんでしょうか。もう一度シャオユ、九之助シャオユがここで登場。カエルピョコピョコ、ビピョコピョコという早口言葉が書いてありましたね。選ばれたのは無限ステージ。攻めていくノビ、アサルトで空中ヒット。さあこれは位置が入れ替わってしゃがんでしまった。龍之介がレイジになって空振りを見逃さない。これでまずは伸び、さあ細かい攻め、龍之介がうまく体力を削り取っていきましたが、うまい、あとこれは間に合わない。うっ、さあ九之助がリードはしているんですが、ノビがいいところで攻めてくる。
さあ今度は大蹴り、ラウンド取れるか、どうなる。攻めてくる、うおー、いやこれは大きい大きい1ラウンドですよ。さあ空中ヒットスクリューして叩きつけられませんでしたが、攻めは続く。さばいている、いい加減にしようと、やんばかりの下段さばき、シャープナーに対してこのラウンドも、おお投げからのどうする、中段クラシックルカーボになりましたが、おっとアサルトから攻めていく、踏みつけてレイジを生かしてノビが攻めてくる、もう一度アサルトから中段コラガードになってキャンセル、先ほどシネーターさばいた両対応、さすが、あー素晴らしい、レイジ圧、まあ、キャンセルねして攻めていったんですけど、はい、毎回技のタイミングに合わせて下段さばきを入力してから相手の動きに対応するというか、いわゆるファジーですね、これをしっかりと最後までやりきりました。さあ森が攻めていく、中之助はなんとか一発アサルト、フォーの構え潰す形でアサルトがどこからでも飛んでくる、フォーの構えになれねえ、シャープなアサルト、アサルトは左アッパー、カエル軍団が倒されていく、いやでも素晴らしいですね、九之助選手、はい、1ラウンドを取りましたよ、これ、うん、面白い構図だったんで写真また上げておきましたさあこれで大将がここで登場します、カエルの王子様、ワイルドカードでも大きな活躍をこう見せてました。さあカエル軍団最後の砦、さあツイッチ側の配信もカエルのアイコンだらけで面白いですね、もうねだらけですよ、はい、もう目の前に広がってるのがまさにそういう光景ですからね今どんな感じかはまた僕のツイッターに写真を上げておきましたんで、選ばれたのは無限ステージ出てきたのはカエルの王子様のシャヒン、さあ最後の砦で、3発目ああいう手になる形、2発目さあ中段投げ、うわーここでハンマーコックからの空中コンボ、ほぼ5分アサルト攻めが、うわ今完全に読まれている、さあ海王子さんはここでレイジになりましたので、ここでうまく使いたいが、アサルトが飛んできます、休もうとしたところに、一息つこうとしたところに休ませてくれないですよね、アサルトが飛んでくる、これは背後から背後から大ダメージになったか、シャガパンをしっかりソバットで割り込んでいく、ハイキック、さあシャヒーンの強力な武器であるハルツキック、これでダメージを取ってきました、しかしここは起き上がり下段から攻守が入れ替わります、空中コンボを決めて起き攻め、しかしここはスプリングキック、スライディング、さあ大合唱盛り上がっているカエル軍団、ラウンド取るだけで、ね、もうね優勝したかのような、ね、歓声がね沸き起こりますから、シャープナーシャープナー攻めていくのはノビ、2発目リーチが長い、これを生かして、うおっとリビングデッド、しかし抜けている、置き技に対してねノビが攻めながらも対応しているのは素晴らしいですよね、はいはい、うまいアルタイル、これはおっスプリキックレイジ、これを生かせればなはは、ここは冷静、ここで攻めないこの冷静さ、ノビがこの試合にリーチ、うまいいいアルタイルを打つ、置き攻めどうする、さあノビが攻めてくる、おー上がった、シルトヘル、ここは牽制キック、いやいや
しゃー待ち切りでノビが3立て勝利あれの2発目でね反撃つってんの久々に見ました。確かに。さあカエル軍団も思わず拍手。勝ったのは無心鉄拳。まあちょさすがって感じでしたね。いやもうさすがって感じでしたね、うん、でもカエル軍団も頑張りましたよねすごく。はい、いや、はい、盛り上げてくれました。ありがとうございます。さあこれで決勝トーナメント2回戦に駒を進めたチームが4チームで揃いました。そうですね、ベスト4が出揃っていましたね。はい、はい、おっとっと、あ、出ました。ありがたいね。え、こちらを見ていただきましょう。はい、確認していきましょう。グローリー対フルーツ軍団は、ギリギリでリベンジを果たしてグローリーの勝利と、対して、その下あのチームが、モーター電鉄岡山に対して勝利。そして、続いて、森部財閥が、先方森部さん大爆発でさらにチームを破りまして 3-0。 そしてその下無心鉄拳対カエル軍団、先ほど見ていただいた試合、こちらはノビが、はい、3立て、貫禄の3立てを見せまして、続いてこの、準決勝ですね。こちらの第一試合がグローリー対あのチーム、そして対してその下は森部財閥対無心鉄拳という組み合わせになっております。そうですね、はい、じゃあ準備ができましたかね。はい、じゃあやっていきましょうか。グローリー対あのチーム、どうぞ席に座って用意をしてください。はい、それでは、はい、ケロットカップ、決勝トーナメント準決勝この試合を見ていきたいと思います。はい、グローリー VS あのチーム、レディーファイト。さあ、グローリーは先行に登場したのは真冬。ここで真冬が登場。最後、先ほどフルーツ軍団との決勝対勝対決で勝負強さを見せつけた、まあ、冬クラウディオ。対するは A の吉光と。選ばれたのは三島道場ですね。これは先ほど素晴らしいスカイエンドノバを見せていた真冬のクラウディオ。このスカイエンドノバですよね。これに対して、はい、うわ何回言ってんねんというぐらい打ちますが、当ててくるこの男。やはりこれを脳裏に焼き付けるとこからスタートですね。そうですね、両パン投げから大き攻め。どうする、うわこれはえぐいゼロ距離です、ゼロ距離3回くらいステップインしてスカイエンドノバを打ってきました、まあ、実際ね、下手な技を打つよりもやはり判定が強いというところで、まあ、そうですね、信頼ができますよね。これに対して A の吉光はどうやって対応していくか。これは上手い、暴れる形でグッ、いやーノータイムでスカイを終わらせてくる。そして起き攻め、倒しきれないと踏んでのダブルアップ。これで真冬が先鋒戦にリーチ。しゃがんでいるか、うわ早っ、マジか早っ。イラをしゃがまれてから最速で飛んできました。使いのノバカウンター、これは A にとっては美味しいヒットになったか。さあ置き攻めが、きゃー手が止まんねー。さあ一瞬の出来事、先鋒戦勝利したのは真冬のクラウディオ。
先方戦を見た後の中堅がね出てきてもうどう来るんだろうっていう変な読み合いが発生しますからね。さあ続いてはお、ここで登場するのはクータンのリリですね。さあ止めにかかるはクータンのリリ、はい。さあ風神ですね、団員は。はい、風神対風邸のこの対決、選ばれたのは無限ステージ。さあこれはしっかりと最大決めていく。火が大きいのでこんだけ減る、半分減りました。うわ減るな。いやから攻めていく、うまい。空振りにもしっかりと差し込んでいきます。おっとこちらも冷静に対処。スカイノロバはなかなかね中距離で空振りしたときに反撃しにくいというところが強い。うまい。しかしここに対してクータンしっかりと対応していきます。まずはクータンが1ラウンド目の選手。お互いにそのライトが非常に強力なのでなかなか自ら前に出にくいと、ね、これライトの打ってくる、打って当てる、これが真冬の強さ。さあグラこれは一発目で投げ抜けている。やはりお互いの浮かせ技が当たる距離でギリギリ、うわーうまい。これは非常にいいバックリップ、ジャンプステアスを生かしてこのダメージ。ここで真冬がレイジ、ここからどうする。おっとうわー当てるんだ、動いたところに当たっている。これで1-1。さあ鉄馬から置き攻め、クータンがペースを握っている。ゲダンカウンター一発目から攻めていく。なかなかお互い前には出にくいが出し切り、有利を取って攻めない。う先ほどのトゥースマがうまく炸裂しているが、わあこれは置き攻め、下段が突き刺さる。まあさあこれでクータンがリーチ、中堅先鋒戦。さあこの嫉妬スピンの先端を当てることで反撃を届かなくするこのテクニック、ね、はい、これにはねあの相手のいわゆるライトを誘うという効果もありますから、確かにここ見て布石として打っている。出し切りしっかりガードを、反撃もしっかりしている。置き攻め、クータの攻めが始まるが、さあカウンター横移動からちょっと時間を置いてしまった。ティアで押して押して、ここでクータはレイジ、ワンチャンあるぞ。ギャーここで当ててくる。これもしかして行くのか、もしかして行きます。いやー決めた、勝ったのはクータ。これで中堅対決になりますね、グローリー。出てきたのはさあノロマのジャック、ノロマジャックですね。リリ対ジャック、これはどうなりそうでしょうかね。まあなかなかそのアッパーの空振りに結構マルチソードとかが入りやすいので、はいはい、なるほど。
でその対応にも注目と。そして、まあ、バックフリップがやっぱりジャックは避けにくいというところがあって、そうですね、はい、そのあたりのお互いの対応であったり技の置きどころが重要になってくる。さあ同段対決となりました。そうですね、風神対決ね。ステージはどこになるんでしょうか。中堅対決。ドラゴンズネスト、スタンダードなステージで開幕。さあピリオドシューターからご挨拶、投げしっかりと抜けている。このアッパー、中距離のアッパーに対してどうするか。背抜けからすげえコンボが入ります。間に合わず、さあ今度はノロマがかなり技を出している。そうですね、うまい。これは決まります、タイタンダンプ。いやリリーはちょっとリターンのある技はリーチが短いというか、遅いか短いかなので、はいはい、中距離でこのノルマ選手が技を打つことでリリーがこう接近する前にね技を当てているという展開になってますね。置き攻め、どうする、有利を取って攻めていく。これはしっかりとガード、左投げは抜けて位置が入れ替わる。ノロマがやはり自分で攻めていく。そうですね、ノロマが先手を取って対応するクータン、攻めていく。おっ、これは意識の高いマッターホルンでしたが間に合わず、いや最後はマシンガン。このラウンド中堅対決はノロマが一気にペースを握っています。やはりこんだけ早く展開を作られると透かし確定が遅れてしまうということでしょうね。さあ壁に運んで壁コンボ、ノロマがペースを握っている。すごいアッパーのタイミング、位置が入れ替わるぞ。今度はクータン攻めていくか。これはしっかりガード、どうだ、横にずれている、あるか、じゃあ隙がでかいんで三撃。しっかりしたノロマが中堅対決を制しました。いや展開の作り方は見事ですよね。いや、うまかったですね、ノロマ選手。これで中堅対象対決になります。あのチーム大将登場するのはシャープのドラグノフ。ノロマ選手はかなり老快な鉄拳をしてますね、うん、そうですね、もうなんか攻めのバリエーションも豊富だし、まあ、対応もうまいなと思います。このラウンドの使い方が非常にうまいというか、この技の意識づけとかがすごい的確ですね、うん、であとの右アッパーですよね。さあ中堅大将戦、あのチーム大将に登場したのはシャープのドラグノフ、対するグローリーの中堅ノロマジャック。うお止まんね。さあこれは時間ずれていた、助かった形となったシャープだが、ここから逆転あるか。壁際両番だけ抜けて攻めてくる、ノロマが攻めてくる。ああ逃がさないですね。まずはノロマ、アサルトから攻めていくのはシャープ。さあこれはいい人になった、位置が入れ替わってしまったが、起き上がり下段からまたしても壁に切られる形。おお、パワークラッシュ置いてある、マシンガンの空振りに刺さる形で。さあアッパーをまずは潰して、3ラウンド目の開幕。さあシャープがうまくノロマの速い展開についていっているというようなラウンド3ですが、ノロマでも攻めてくる、でも攻めてくる、どんどん攻めてくる。中途、うっ抜けている、
じゃあ足りないアッパー、足りないアッパー、アッパーからアッパー。さあこれはレイジなのでどうだ、どうなる、レイジアーツ決まるか、決まりきるんでしょうか、どうでしょうか、これどうだ、残ってる、ダハハ、のみがね使った確かに、うん、下段上段で、はいはい、反撃がつる動きだったんですけど、完全に小野間選手バーレーと言いました、対応しっかり、これで野呂間リーチと、アサルト攻めていく、ブリザードからアサルトカウンター、素晴らしいスピード、そして置き攻め、しかしカードしている、出していく、シャープがこのラウンドは作っている、スカルブリグッ、うおどうだ、うわー出た、メガドスイープ、ギャー、いいスライディング、これでシャープが取り返して 2-2 のファイナルラウンド、打撃戦の模様です、うお何回ジャブ打ってんの、思わずシャープ飛んでしまった、さばいて、これはいい読み、運んでいく、おっとこれはいい空中ヒット、アドリブコンボをしっかり決めて、おきめ、出し切り、飛んでいる、飛んでいる、中段飛んでいる、我慢、あはれず、ファイルドライバー、いやーそこでスイープ、まさかそこでスイープ、強いこのジャック、マジで勝ったのはグローリー、決勝戦に駒を進めました、決勝進出おめでとうございます、強いこのジャック、強かったですね、今日はまあもう強いのはもともと知ってるんですけど、うん、今日は本当に大活躍ですね、確かにもう6勝ぐらいしてますもんね、見てるだけで3立てを2回ぐらいしてるんで、いやジャックでも勝てるんだっていう感じですよね、はい、それでは準決勝の第2試合の方を進めていきたいと思います、森部財閥対無神鉄拳、さあ森部財閥は、森部ロー、そして大成スティーブ、長崎のタイカレーという長崎福岡の、まあ、九州チーム、ここまで上がってきました、そして無神鉄拳、こちらはユウノビタケという、はい、東京から来たこのチーム、そして決勝で待つのはグローリー長崎チームという形ですから、ここで森部財閥が勝つとなんと決勝は九州対決と、確かにいう形になります、さあユーノビア、まあスポンサーのね、これ午前試合ですからねそうだよね、さあ負けられないプレッシャーもあります、ね、まあしかしこの戦いもちょっとどっちが勝つかっていうのは正直わからない、これは本当正直わからないですね、はい、組み合わせだと思います、まあ、まずは先方はね、まあ、森部さんでしょう、さあ準備の方はよろしいでしょうか、はい、それでは、ケロットカップ準決勝第2試合、始めていきたいと思います、レディーファイト、さあ残る決勝一コマを争うこの対決、先方戦は無神鉄拳 U、 無神鉄拳は U、 森部財閥は森部ロー、いやこれね、森部さんのローが本当に先方なんですよね、そうですね、先方タイプですね、マジで先方としての働きがすごいんで、これ U としてはこれを止めないといけないですね、さあこの先方戦は非常に注目、さあユーの後ろにはスポンサーのカエルが大集合、かなりプレッシャー圧かかってますよ、圧が緑と黄色の圧がね、圧がすごいかかってます、大きな拍手で前方戦を迎えます、ワンビガー森部のロー対する2ビガーユーのペン、
前方対決。中間距離お互い、うわー特殊起き上がり。まずは優が先行します。要所での強歩からの動き、バリエーション豊富に動いている。これに対して森部はどう対応していくか。相手をする間もなく、まずは1ラウンド優が勢いで取っていきました。森部のこの荒らす動きっていうのができない場合に優はいますね。確かに、はい、いなしてますね。この巨歩というこの下がる構え、これを使って距離を取って攻めるタイミングをずらしていると。さあこれは届かない。木面学生このダメージ、優はこうディフェンシブですね、守っていく。そして空中ヒット、ここで森部がまずようやくターンを逃げていきます。接近戦の攻め、飛んでいる、しゃがんでいる、ワンツーからカレーパンチ、森部がレイジさあ中連出していく。これでもう森部に対して優が2ラウンド練習して前方戦にリーチ。いやー暴走体からコンボを伸ばして、おーミスになる。さあ止まらない、オーディベがやはりビハインドを背負っている。この状況、ユーは巨歩を使っての守り体勢。さあーすっげーユーの体力減った。僕め削りガード間に合わねー。冷静に対処して 3-0 で勝利。ドラゴンライドバークラッシュで取った。とんでもないでしましたね。とんでもないダメージを受けた今。はい、はい、これで先方戦は優が制しました。はい、ちょっと想像以上のダメージだったんでびっくりしちゃいましたね。まあ、その後のね読み合い、あの忌憚劇場に対してしっかりと2発目まで立ちガードしたんですが反撃できずというところで、はい、優がうまく、うん、さあ対応してきましたね。これで中堅が登場します。中堅はなんとなんとなんとのこの試合、はい、森部財閥中堅登場したのはタイカレー。さあこれは戦対決ですか。戦対決になりますよね。Get ready for the next battle.タイカレ対ユウ、これはもう鉄拳 5DR の時から結構、うん、見る機会が、はい、あった面対決。お互いなんか、うん、黄色いな、黄色、お互い黄色い、髪が何かの意思を感じる黄色だな。これ髪まで黄色いのがタイカレです。髪まで黄色い方がタイカレ。さあラウンド1は髪が黄色い方が勝つ。暴走体中間距離、まずはタイカレーから3遍、これは読んでいるか。しっかりとガードして細かい攻め、この巨峰に対して前進する下段で、しかしここで暴走体天候一滴の一撃から置き攻め、有利を取って3遍お返し。テスタから攻めない、あえて2段からしゃがばん、どうなる、上段、最後は克服体。さあギリギリ、これで 1-1。 結構フェンはやはり長い下段を持っているので巨歩に対してリスクを負わせやすいとは言えるでしょう。2発目しっかりとガードしている。3遍さあ2、あー、3遍ついにカウンターから踏んで、うわテッサで暴れてくる。3遍やったもテッサ、うわーしゃがみステータス、タイカレーがリーチ。3遍に対して浮かせ技が届きにくいというところで、なるほど、お互いかなり多用しています。
そしてこのラウンドはタイカレーがまず先制、出し切り、これは反撃、そして攻めていくユウ、コンボを伸ばして置き攻め、どうする、配信ゴースト対、これはパスの当たりになるが、キャンセルから割り込んでいるタイカレー、さばいた、これは決まる。さあフェン対決はタイカレーの勝利、これで中堅戦へ。いや細かいところで、はい、こうユウがペースを握るって瞬間に、うん、かなりタイカレーいい暴れというか、そうですね、不利な状況からいい動きをしていましたね。そこがちょっと差になったかなと。確かに。さあここで中堅止めにかかるは世界王者のノビ登場。タイカレー対ノビ。選ばれたのはドラゴンズネスト。まずは両パン投げでご挨拶。ノビが攻めていく。しかしタイカレーも細かく盛り返す。うわあるんだそんなこと。珍しい。タイカレーがレイジを生かして攻めていきます。スケッサから割れない連携、ローキック、老快な鉄拳、老快な鉄拳、追いついてきた。ボクメはしっかりガードを有利を取って様子見から、いやあどうなる、ガードしてる。いや今打ちどころもねすごく良かったところですよ。ですね、もしノビがアサルトなどを打っていたらハイカレーの勝利だったわけですが、はい、よくあそこでむしろガードしましたね。壁際追い詰めているのはノビ。ハイカレーは細かく技を打って押し返していく。いやすね、これはこの後の置き攻め次第では決まる。下段からドット残って下段ガードになる。クロスチャージから攻めていく。これはこちらも冷静。いやお互い早い展開でかなり大胆な選択を取りますが、それに対してお互い対応していると。これで 1-1。 攻めていくのはノビ。カウンター、これは決まる。ノビがまず中堅対決にリーチ。いやー遅蹴りと連関隊が1。カウンターヒット、置き攻め、特徴系上がり、これはガードになって対カレーバチャークを切る。さあタイカレーが攻めてきた。ニアツでしゃがんでしっかりしゃがんでレイジ抜けている。ここで抜ける。最後はしっかり暴れる形で 2-2。 中堅対決ファイナルラウンド。下がってタイカレーが来る。ローキックの打ち合い、お互い上段が怖いか。さあ下が打ち出すから踏んでハイカレが若干のリード。暴れはしっかりガード、しっかりガード、テッサで来る。いやー飛んでしまった。勝ったのはタイカレー。先に大将を引きずり出した森部財閥、無心鉄拳は最後の一人タケが登場します。さあタケに背負わされたのは残り2人。いやタイカレー強いっすね。いや強いっすね、うん、動じてなかったですね全く。やっぱりちょっと若干不利な状況ではあるときになんかその最速のテッサを打って試合組み立てていくっていうのは、はい、素晴らしいなと。
まあ、そこでかなり流れを引き戻すような展開が多いです。そうですね。これでタケン、ブライアンの登場。さあこの状況をどう打開するか。タケン選ばれたのは無限ステージ。タケ対タイカレー、ペン対ブライアン、僕面僕面ガクスン、このダメージ。アワレに対してしっかりと丁寧に守っている。どうなる中間振り、やはりかなりタケがディフェンシブなのでタイカレー側としても無理な攻めはしにくいという展開になっている。投げに飛んでる、勝負強さ、ここ一番見つかる。起き攻め、下段踏んでタケがレイジだが相打ち。出し切り、これはしっかりガードからハチェット、反撃を決めていくのはタケ。タイカレーは攻めるポイントを探している。キックオフに対してしっかりと反撃、出し切り。このレベルになってくるとなかなかその2発目するというのは難しい。若干ながら竹の体力が負けているという状況ですが、はい、そうですね、無理には攻めない。中連を出してくる。キランから接近戦になるがカウンターヒット。さあ竹が1本取り返す。これで 1-1。 ジャブでカウンター。カウンターからこれはでかい起き攻め。さあおっとバッハキックを強歩で回避して浮かせていったタイカレー。キャンセルせずに出していくがタイカレーもしっかりガード、レイジを削っていく。ローローからのガード。さあ追い詰められるタケ。このね、タケが結構いろんなところで暴れをしているんですけど、はい、そこをタイカレが実はうまく潰していると、細かい技で組み立てているところが生きている。これでタケ後がない。タケットから攻めていく、出し切り。さあこれはゲットアップのミスになってしまったか。ワンツーで細かくいくタイカレ、しっかりとガードして、中間距離カウンター。カウンタースクリューから吹き飛ばして走っていく中段、これはガードになるが、さあレイジのタイカレが攻めてくる。細かくいく下段、有利を取って中連、最後はスイーパー。これで 2-2 ファイナルラウンド。ハチェットからタケが攻める。さあパーリングマハパンチ、どうする。ハチェット、ハチェット、マハキック、タケが乗ってきた。ちょっと残るが最後だ。決断のキックオフ。さあ無心鉄拳、首の皮一枚つなぐ。そして大将戦、はい、最後ね、もうどんな中断でもいいんだけど、ね、キックオフだったのは何か理由があるんですかね。いやもう、もう蹴っ飛ばしたかった感じでしょ。蹴っ飛ばしたかったんだろうね、多分ね。プレッシャーも吹き飛んだでしょう。さあこれで大将対決。大将戦は、さあ大勢のスティーブ VS 竹のブライアン。スティーブ対ブライアン。大勢対タケ、これはどうなるんでしょうか。これはタケが勝ったらユウとスポンサー交代ですかね。一番やばい、今罪をなすりつけ合ってます。現在ユウとノビが罪をなすりつけ合いながら、タケは真剣な表情でご試合に臨んでいるという対照対決。
しっかりと縦歩道のディフェンスがうまいプレイヤーになると体勢としてもこううまく守ってここ一というところで勝負の暴れを通すというこのうまさが必要になってきます。ハチェットから攻めていったけどか、おっとダネルがカウンター、このダメージ、お投げしっかりと抜けている。2発目勝負に来るハチェットリフトアッパー、しかしガードして冷静に、まずは体勢が一本選手、こうハチェットをね打つ、まあドライブの下段打つにもやはり体勢のこの要所のクイックフックの置きどころ非常にうまいですから、かなり怖いと思うんですが、高いうまく当てていっていると。さあ前田氏ランプレッシャー投げ、中間距離、まあ、ハチックが空振りになるが、おお中段カウンター、これで1-1譲らない。お互い普通にやっても崩せないので、やはり動きとかタイミング、はい、ここが重要になってきますね。さばいている、これはかなりいくか、かなりいって、たくさん殴る大き攻め、しっかりガードを投げを抜けている、抜けている、投げ10カウント、しっかりと抜ける形、いいウィング、休め、割り込んでいる、3下段からしゃがんでジャブ、冷静すぎる、体勢がリーチをかける、これでラウンド4、ハチェット、やはりハチェットから始まる、スリムボム、さあ、ダッシュ鏡、さばいている、ガゼルで置き攻め重視、何もしない、さあ、嫌な間合い、ローキック、ローキック下段、さあ、レイジになったタケ、ハチェットからゆるとって攻めてくる体勢、どうする、さあ、我慢、よく我慢した、ダーン、これを待っていた体勢、お見事、勝ったのは森部財閥、いや素晴らしい試合でした、素晴らしい、まあ、時間が実はなかったんですよね、なるほど、残り5秒だったんですよ、なんでレイジを使っても攻めないと、はいはいはい、もうあのタイミングでいかないと多分間に合わなかったんですよね、そこに対してこうしっかりと下段さばき、はい、素晴らしかったですね、すごい試合でした。さあこれで決勝に出揃ったチームは2チーム、チームグローリーと、さあ今の森部財閥、この決勝戦となります、はい、これで九州対決になりましたね。そうですね、くしくも九州対決となりました、はい、いや強えな九州の人たち、大会で勝ってるイメージがある、そうですね、ここ最近の大会活躍しているイメージありますね、はい、さてさて決勝戦の前に、インタビューとか しちゃう感じだ、はいはいはい、決勝前にインタビューがあるんですかね、はい、ちょっとカメラを自前で移動しますんで、
さあ決勝戦の準備中です。しばらくお待ちください。はい、それでは決勝前に決勝に進出しました九州から来たこの2チームにインタビューそれぞれしていきたいと思います。まず森部財閥の森部さんお願いします。森部です。長崎から、2人で大カレーで来ました。ですね、広島が混んでて11時間ぐらい徹夜で来てます。で自分たちはですね、この3人で初めてチーム組むんですけど、同じ長崎で自分の車で6人連れてきたので、ぜひ、ね、このノロマ、竹林、真冬のチームは手加減をしてくれるそうなので、そのあたりを楽しみにしててください。よろしくお願いします。ありがとうございます。そうですね、ここまでほとんど連れてきてもらってますので、予選ではひどい成績だったので決勝戦はちょっと貫きたいと思います。応援よろしくお願いします。大勢です。スティーブ使いのまだ一度も負けてないんで、多分このまま負けないで優勝します。あ、ノロマ。はい、次はグローリーの方インタビューいきましょう。お願いします。ジャック使いのノローマです。今回ジャックが弱いのは重々承知してるんですけど、頑張ります。あ、ジン使いのチクリンです。今日あんま活躍できてないですので、最後は勝って優勝して気持ちよく帰りたいと思います。あ、すいません、クラウデを使ってます。送ってもらったんですけど、ボコボコにしたいと思います。終わります。はい、ありがとうございました。さあ試合の方、1人目の選手座ってください。お願いいたします。あとはじゃあハメコさんの戻りを待ってからのですね。 はい、もう少々お待ちください。いや、負けちゃいましたね。もうジンクスやっぱ変えたよ、うん、同キャラ勝ちきらんわ。本当だね。最後の試合めちゃくちゃ面白かった、はい、タケと大勢の試合は。さあ決勝戦も絶対楽しい試合になるので見ていきましょう。まさかここでこの2チーム、そうですね、九州対決になります。強いっすね。強いな、はい、本当に強いです。まあね、これで、ケロットカップ最後の試合になりますので、会場の皆さん、はい、まあ、の試合をする元気を残しつつ、盛り上がっていただけると非常にありがたく思います。はい、じゃあ最後なんでね、皆さん、よろしくお願いします。大声でよろしくお願いします。声出しの方、はい、ケロットカップ中四国最強決定戦 3-on-3 チームバトル、はい、決勝戦レディーファイル。ありがとうございました。始めていきましょう決勝戦、はい、グローリー VS 森部財閥。さあ始めていってもらいたいと思います。先鋒戦やべえやべえぞこれは。さあ先鋒戦はこの2人が登場。グローリー先鋒は真冬のクラディオ、対するスーピーガー森部財閥。先方はやはりこの男、森部のロー、はい、クラウディオ対ロー、はい、この2人当て感非常に素晴らしいですから。そうですね、どちらの当て感が優れているかという対決になります。
選ばれたのは、はい、無限聖人。無限を選択したんですね。ねえ、回復相変わらず挨拶じゃん。呼吸するようにね、空を終わらせてくるからね、このクラウディオは。有利を取って攻めていくのは真冬。カウンター、割れない連携、割れない連携、完璧ですね。決まりきりました。ダメージ計算もバッチリ。まずは真冬が1ラウンド。もうこれスカイエドロバとね、サマーが1になっててね、すごい2人らしい別ゲーになってるんで。さあ、まずはモリベが2ラウンド目はリードしておりますが、真冬がここでイラで攻めてくる。ライトはしっかりガードして、お互いこれ行かない、行くに、うまっ、うまい。ただ打ってるだけではない、やはり距離をしっかりと見て打ってるからこそこのヒット確率が叩き出せていると。中間距離、さあ今度はワンツーで押し置きしていくな。森部有利を取る。中段のドラゴンハンマー、これはわあ出た。森部らしさが前ダッシュじゃん。あんだけ走ってね、ドラゴンテールはね、さすがに食らうよ。目元で当てましたからね。目元で当てた。さあ今度は真冬が空を終わらせる。この浮かせ技スカイエンドノバでコンボを決めて体力4割半分と奪っていく。さあワンツーガードして下がったのにスカイエンドノバを食らうと。いいところで打っている。まずは先鋒戦、先にリーチをかけたのは真冬。それでも、まあ、発生ではスカイドロマンの方がカモより早いですからね。そうですね。出してくる。マジでセイルに対してマイナス9だよ。うえうえゲーやべえな、マジでやべえ。クラディオ使う最後の削り、あれ選ぶのなんでだ。もう気持ちが他の通談でいいじゃん。いやいや、いや関係ない、関係ない。安心、多分ね、スカイエンドロマーこう打ってる動作のフレーム中はずっと安心してるんですよ。確かに、うん、次どこで打とうかなっての考えてる時間あるから。アパストでよかったんだ。違うんだよ、最後はあれで決めたいんだと。当てるんです、はい、当てればね、いいんだから。当たってんだから。さあでもやっぱり警戒してても当たりますね。ねえ、そう、警戒してる技なんですよね。これまでのね試合見たらこいつは終わらせてくると、はい、みんな思ってるんですけど、でも当たってしまうという、この真冬の素晴らしいスカイドロバで先鋒戦を勝利。これで森部財閥は中堅登場。中堅出てきたのはタイカレーのフェン。いや、当ててくるよな、すごいな。フェン対クラウディオ。クラウディオ、選ばれたのは火山聖人。まずは壁あり、そしてどちらか2ラウンド取ると無限になる。最初は下段、これもね、あの布石ですよね、はい、これまでスカイエンドロバあれだけ打ってきてからこそ、これは身内勢の読み合いになりますね、うん、でかい下段が打てると。このラウンドはタイカレーが一気に手が手、ほぼパーフェクト。これね、途中でこう挟まれるニュートラル、かなり不穏な空気を感じますよね。さあこれはバックダッシュ使っている。そして空振りするときはスカシカット決めにくい状況で打っている。飛んでいる、しかし姿勢が低い、遅ければ当たらず。いい加減にしろと、超いて超いて、言わばかりの反撃からどうする。ミラーで有利を取って攻めてくる真冬だが、さあバックダッシュからスカイエンドノバを警戒した。立ちカードに出して下段、あっ、これはもちろん今読んでましたね、マンツーを。うまかった、決まるレイジャーズ、3回リプレイ。完璧にワンツーに入れてましたね。打ってましたね。さあこちらも読みが鋭い、イラをしゃがんでしっかりと。この組
組み合わせはフェンが攻める側になると途端にきつくなるんで、なるほどなるほど、こういう体力リードを奪って守るのが一番、はい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 、序盤で削ってリードを取りたいというところですね。うまい、うまい、入るから、しかしかくて、じゃあ読んでいるテッサー、しかしさばいているこの下段さばき。まだ真冬0時状態なので、減った真冬がリーチ。さあ、しかし先ほどからこの甘えたイラは許さないというこのタイカレーの動きもさすが。さあ、ここです。マジで攻めたくなってくると置いてある、ね、攻めるとこれが怖いんですよね、はい、ほぼ5分の状況。グッ、今ライト打ってそうだった。相当攻めづらいと思いますよ。相当攻めづらい、まあ、2RP もかなり神経使いますからね、今のも。なかなか打てない、崩しに行けない、刻一刻と時間が減ってくる。さあ、うまい、アドリブから、あ、さあこれは強歩できっちり避けて、すかしかくて、これでファイナルラウンド。テッサから横キャン速腹体打ったり、かなり警戒してる感じ。そうですね、細かい動きをしてます。そして下段、これは隙がでかい、超痛い、超痛い、半分減った。さあ攻めにくい、あ、バレてるかな、すかしかくて、テッサから攻めていく、最後は即腹体、信頼と実績の中段取り返しましたね。これで中堅対決に、これでなります。はい、いやでも真冬見事でしたね。本当ですね、うん、スカイノノバをこういろんなところで打ってるからこそ、ね、相手もダッシュタッチガードとかするんですけど、 そこに下段を当てるんですよね、はい、でなんだよってなって、そこから焦るとワンツーとかにね、スカイノノバ刺してくるんですよ ね。技1個でここまでそう多角的な動きができるのは驚きました。さあこれで中堅対決になります、はい、中堅出てくるのはノロマのジャック、フェン対ジャック。これはかなりフェンが有利だと思うんですけど、かなりフェンが有利、かなりフェンが有利だと思うんですけど、そうですね、ですけど、まあ、フェン使いなら分かってくれると思うんですけど、相手にするとすごいやりづらいだいたいそんな感じですよね、このゲームの有利って。そう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 、なんか有利なんだけどみたいな、やってみると意外とだるいみたいな。特にノロマ選手みたいな右アッパーの当て感がうまいと、うん、そうだね、攻められないんですよね。ジャックは結構下段が当たりにくいんですけど、フェンはね長いので、そのジャックにも結構下段を当てにいけるキャラではありますが、そこでこうアッパーのこのタイミング、どこで打つかというところが重要になってくる。選ばれたのはドラゴンズネスト、まあ、ここはノロマ選手は毎回ねドラゴンズネストを選んでいるので、得意とするステージ、いやーそう、先に行くしかないんだよな、ノロマ側は。なるほど、まず攻めていくと、出し切り、おお、マジか、壁際、さあ、まあ、ハイローパンチ、グオ、ロケットキック、これはガードになったか、ノロマが攻め手を休めない、膝足から乗っかって、今大きい、給料系のフェンの珍しい技は、はい、ジャックの身長が高いゆえに、3発目がしゃがめなくて、なるほど、なるほど、高リスクで打てるんですよね、ジャック対策になっている。そうです、うまい、下段から下からノロマがやはり攻めていく、まず攻めてリードを取ると、さあ壁際プレッシャーがやばすぎる、やべえなマジで、どうする、さあそうこれですね、ですよね、踏みつけてかなり取り返したタイカレー、あるか、両刃投げ抜けている、冷静、有利を取って攻めていくのはタイカレー、テッサから下段ガードして、おー、よくしゃがんだ、ダッシュのからのマシンガン、よくしゃがんだぞ、いやマジマジで、ノロマが中堅対決リーチ、ガクスンのミスカード上昇ミスしてしまったか、うまうましかしかくてから攻めていくノロマ、
タイからどうするこっから体力これはズンのコルが起き上がれない。さあ取って取られての繰り返しですね。はい、しかしここノロマが一気に、はい、3ラウンドジャック・スティーブになりますね。ジャック対スティーブ、これ出てくるのは森部財閥大将大勢。さあグローリー側は大将はチクリンで残しておく、ね、そうですね、チクリンの陣がグローリーが残っているという状況でございます、はい、やはり今回今日はの中でもノロマ選手乗っていると、めちゃくちゃ強いですよね。今日1日見て勝っていますね。これもやはりスティーブ側に対してジャックはその技を打ち出られているか、すかし確定がとにかくスティーブは強力ですから、やはり神経を使って技を打たなければならない。しかしこれまでのこのノロマの当て感、とんでもないものがありますから。うわー、そうなんです。ウィークスとの相打ち、強気、強気のメルトダウン、シザースユンボーは当たんねー。これはかなり、ショーこれかなりいきますよ。そうなんだよな、ジャックは。イエーイ、マジで大手に当たる。そうなの、大手に当たっちゃうの。イレイザーが大手に当たってしまった。3発目スプリンキックで、うまい、うまいな、速いな、走ってバイオレンス。これは壁はいかない。しかし壁際の攻め、潜る形、潜った、もう転換とこれを抜ける。さあうまい、どうする、下段はさばいてあるぞ。これ置き攻めですし、ガゼルから、はあ、うわ先に潰す、先に潰しましたね。これはさっきの見てたんでしょうね。そうですね、まあやっぱりスティーブのね、下段のストンピングはジャックにかなり当たりにくいんですよね。それもあってこうダッシュでまずプレッシャーをかけたんですが、ノロマはそこに対応。カウンター、ドラゴ、ドラゴ、往年の出かけ限定ドラゴ、これ反撃。さあジャンプセラスのイレイザーで避ける形、ターンパンチでレイジになったのはノロマ、どうする、あるぞ。さあユンボで下段、うわ、何が出そうだ今、スマッシュみたいな、ね、メルトダウン打ちましたね。上段だったら危なかった。カウンターユンボ決めて、まあ、ノロマが下段、足元を強に攻めていく、ウィービングからカウンター運んで壁際、ワンツースリースマッシュ、壁まで行けば、これは死ぬんです。おお、登った、あるのか、いやー、ありがとうはやばいっしょいや今ね、ヒヤッとしましたよね。ね、今ねコンボの、あの、はい、最後補正を切ったら多分倒し切れたんですけど、まあ、そうですね、状況は難しかったんで、カウントがちょっと不安になりますね。そうね、不安だったですよね。よくでもスプリング打ちましたね、あそこから。ね、すごい、お互い最後まで諦めていなかったですが、ね、ギリギリで大勢が競り勝ちました、はい、これで対象対決、竹林対大勢、竹林対大勢、いやー熱い試合しかねえ。まあ、ジャック、熱波に当たる技が大技しかないとはいえ、そう、あそこで熱波選べるのも結構すごいですね。間違いないですね。ユンボの短さやばくなかったですか、あれ。いや、短いんですよ。ダッシュしてしゃがんでフィニッシュブロー間に合ってましたからね。隙もやばいですし。やばいっすね。さあ、長かった。30チーム90名が参加したケロットカップ、こちらこれで最後の試合になります。決勝戦、大将対決、大勢 VS チクリ、選ばれたのは無限 SAG。 まずは集団浮かせ技、スカイハイに対してチクリが反撃を決めていく。下段、大勢はこれでレイジ、チクリンも無限で我慢しようとしてますね。そうですね、やはり
スティーブは攻めが強いキャラではないので、これはでかいですね、はい、側面回り込んだっぽかったけど、なるほど、無限でやはりこうスティーブは待たれると逆転が難しくなると。そうですね。しかし大勢がまずペースを掴んでいきます。下が番手連携を止めるから下段、そして攻めるターンパンチ、これがどうなるか、暴れていく、強気、止まらない、勢い重視でこれで 1-1。 遠距離戦、まずは投げ、これは抜けている、まずスクリーンがクラッシュで前に出る、超痛い超痛い、フェリーがやばい、ハム減ってる、ここからこうスティーブで逆転をするのはかなり大変、怖いですね、ああ厳しいな、これはタッチクリンガーはクイックを読む、ダッシュしゃがみ、スティーブのとりあえずクイックを、とりあえずのまずはレイジャース半分ですね、半分減って、さあ逆転のシナリオできてるのかな、どうする、ここから大勢、最後は避けた、厳しすぎる、厳しい、これでグローリーが優勝リーチ、サンパチガード戦削り、サンパチガード戦中断、割れないよ、超痛い、減った、わーこれはどうなる、残るが行くしかない、リボルト行く、いやー最後はローキック、壁出しが交差しましたね、優勝はグローリー、おめでとうございます、おめでとうございます、おめでとうございます、グローリー強いっすね、強っ、はい、いやチクリン選手が最後に作戦勝ちですね、作戦勝ちですね、はい、そうですね、うん、ジン・スティーブって本来多分スティーブ側が結構有利な組み合わせになるんですけど、なるほど、もう一切攻めないを決め込んで、ね、無限であんだけちゃんと丁寧にやれば、はい、そうですね、でしかも序盤にちゃんとリードするように減る技で ね、はい、うまく攻めを組み立てて、その戦略がすごく、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ優勝チームの、3人を、ちょっと放送席の方にお呼びしてインタビューしてみたいと思います。はい、優勝チームグローリーの皆さんです、おめでとうございます。マイク1本なんですけど、それぞれ今のお気持ちを聞かせてください。あ、これ外して大丈夫なんで、どちらからでも、じゃあ最初ノロマさんから、ノロマさんからいきましょう。おめでとうございます。ありがとうございます。今までずっと大勢とかいろいろな大会出てきて、今回が初めての優勝になって、はい、本当に やっと優勝できたなっていう実感がありますね。本当にチームみんなが力を発揮できて、見せ場がみんなあって本当に良かったチームだと思いました。チームの勝利だと、おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ次はチクリンさん、お願いします。昔からみんな一緒に長崎でずっとやってるメンバーなんで、まあ、このメンバーでずっと組みたかったですし、本当にこのチームで組めて優勝できて本当に嬉しいです。ありがとうございます。つくりんさん、ニコ生のリスナーさんがいっぱい見てらっしゃるんで、そのリスナーさんに向けても、あ、常連さんに向けても一言お願いします。ファンがすごいいっぱいいました。5番ちょ無茶ぶりだった、ちょっとかわいい、応援してくださいましてありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ、そして素晴らしい当て感で
場を沸かせました真冬選手、おめでとうございます。ありがとうございます。 MVP ですよね。MVP 自分は、結構ひどい鉄拳ばっかりしてたんですけど、他の2人が本当素晴らしい鉄拳をしてくれたんで、ここに入れると思います。ありがとうございます。謙虚かよ。謙虚だな。あのスカイエンドノバ打って謙虚なのかよ。いや、だからね、これ みんな勘違いしてんだけど、やばいプレイスタイルの人ほどいい人が多いんですよ。そうなんですよね、うん、これは間違いない。なぜならやばいプレイスタイルで嫌なやつだったら誰も友達になんねえからだよ。これ格闘ゲームのね、チーム組めないですから、ね、そう、みんなねそう思ってるから、うん、いやすごかったですね。素晴らしかった活躍でした。勝ち星的にはかなり野呂真選手が勝ち星を稼いでいたなという印象なんですけど、ジャックっていけるんですか、あんなに。無理です鉄拳的に言うと無理です。ああいうこうぐちゃぐちゃにしないと無理です。ジャック使ってる方は動画で結構セイントさんとかの動画が上がってるんで、そっちを参考にした方がいい。自分のを参考にしない方がいいと思います。ありがとうございます。そうなんだ。いやでも素晴らしい活躍でしたね。はい、はい、これで、タップん、はい、じゃあ大丈夫かな、優勝チームのお三方でした。グローリーでした。お、ああ表情、あ、ごめんなさい、症状とかあるんですね、はい、じゃあちょっと贈呈して働いて、ちょ、見えるところでやって、もうちょっと見える位置でお願いしますよ。今ね、主催の伸びからね、はい、はい、症状です、はい、改めておめでとうございます。はい、写真撮影します、はい、もう一枚、はい、いい顔で、いい顔でお願いします。はい、皆さんありがとうございます、はい、いい試合でした。優勝チームグローリーでした。おめでとうございました。いやしかし強かったですね、グローリーチーム。いや本当に強かったし、まあ、コメントでも語ってましたけど、うん、多分勝ち星を稼いだ野呂真選手と、はい、そのすごい当て感でこう見てる人を盛り上げた真冬選手と、ね、最後に大将戦でちゃんと決めた竹國選手っていう感じで、もうチーム3人が ね本当に活躍しての優勝なんで、これは嬉しい、これチーム戦の醍醐味ですよ ね本当嬉しいでしょうね、はい、いや、いい活躍してましたみんな。さあここからは告知があるんですよ。そうですね、まあ、ね、まず大会の方からですかね。じゃあ呼び込みますか。6月の大会の告知ですかね、はい、ちょっとじゃあ変わりますね。はい、それではですね、次の目標ということで、先ほども少し告知させていただいたんですが、6月26日ということで大阪でこの大会が行われます。はい、画像来るかな、あ、来ました、はい、こちらです。 6.26 大阪ジーパラ阿部の展ということで、破壊か奪還かということでジーパラカップヨス破壊王杯が開催されます。鉄拳7ファイナル 3-on-3、まあ、マスターカップとしてということになりますが、ぜひ皆さん来てほしいので、この主催と、まあ、冠のヨスと破壊王、一人ずつまた最後に意気込みをお願いいたします。ヨスリンからお願いします。そうですね、もう何回もちょっと言ってるんですけど、まあ、意気込みっていうか、まあ、盛り上げたら嬉しいと思ってるんで、はい、皆さんいっぱい、もう参加チーム結構集まってくれてるんで、まあ、早めのエントリーしてくれたらありがたいと思います。よろしくお願いします。はい、そして、マスターカップチャンネル今日もやってますけど、そこで、火曜日ですかね、エンパラで配信してます破壊王です。お願いします。破壊王です。
ヨス破壊後輩なんですけども、まあ、今回ちょっとこちらの大会で優勝できなかったんで関西チームでちょっと頑張って優勝したいと思いますん で皆さんもぜひ早めにエントリーしてお願いします。まあ、言うてもこの前のねゴールデンウィークユーノビ杯覇者ということでございますから、まあまあ3冠のね夢はついえましたけど、まあ、2冠とね2冠と行きたいなというところで盛り上げていきますんで、ぜひ彼らを破壊しに大阪に来てください。彼らも破壊されないように奪還されないように勝ちに行きますんで、はい、ということでよろしくお願いいたします。告知でした。ありがとうございました。はい、皆さんありがとうございました。これ長津さんの方からも、はい、そうですね、冒頭に言った告知なんですけど、まあ、思った以上にちょっと反響が大きくて、キャラの情報だとかなんだとかいろいろ盛り上がってたんですけども、まあ、本当は1個しか情報持ってきてなかったんですよ。なるほど。ちょっとそれじゃまずいなと思ったので原田に確認を取りましてちょっと言える情報を2つ追加します。お、あるの？はい、俺も聞いてないよ。3つ告知があるんですけども、はい、まず皆さん、気になってる鉄拳 7FR の稼働時期ですね。稼働時期ずっと夏と言ってたんですけども、今もうプロジェクトは終盤に差し掛かっていて、稼働時期は7月に稼働します。7月稼働、もうこれ決まる。はい、はい、ここまで決まってます。で、はい、正式な稼働日、こちらはですね6月の中旬に別のちょっとイベントがあるんですけども、その中で、正式な稼働日を告知させていただきます。これが一つ目です。6月の中盤、中旬ぐらいに、じゃあそうですね、中旬ぐらいにもう一個ちょっとまだ告知できないんですけどイベントがあって、その中で正式な稼働日と、まあ、もうちょっと情報を出していきたいと思います。なんかちょっとイベントあるんですね。はい、これまた近づいたら、公式のツイッター等で告知させていただきますんで、これがまず一つ目。はい、次にですね、まあキャラクターに関していろいろ言われてるんですけども、鉄拳 7FR はですね、鉄拳業務用鉄拳として初めて、運営型のタイトルとして、長期運営を予定しております。なので今ニーナと豪輝が、発表されていますが、そうですね、他にもまだキャラたくさんいます。たくさんいるの？まだいます。はい、ここ、まあ、ちょっとここまでしか言えないんですけども、キャラクターに関しては今後大きなイベント等でうちの、まあ、IP オーナーの原田の方からしっかりと、告知をさせていただきます。で、まあ、そこでアップデート時期や追加キャラクター等を徐々に追加発表しますので、皆さんちょっと心待ちにしておいてください。はい、これが追加情報でした。はい、はい、で本当に1個持ってきたのは、僕は今日はただのゲスト参戦だったので、実はこの山沢がこの大会を主催してくれて、去年の賞金大会から一緒に盛り上げてくれて、まあ、鉄拳もやり込んでいろんな大会に出場してくれて、このケロット会という山沢の主催でこの大規模な大会を開いてくれたということで、はい、ちょっと去年から計画してたんですけども、しかもね今日決勝トーナメントまで上がりましたからね、はい、これ盛り上がって、まあ、ここで終わらしちゃ面白くないと思ったので、鉄拳 7FR でもこのケロット杯継続が、約束されましたので、ちょっと画像の方を持ってきました。画像持ってきた。山里と鉄拳 7FR はコラボします。お、コラボ、はい、でどんなコラボか次行ってください。え、はい、こんな感じで、はい、皆さん配信でよく見たやばいなこれ、頭にかぶってるアイテムとか、すげえ可愛いんだけど、体力バー、T シャツ作っちゃってます今ね実装してデバッグ中です。これすげえかわいい。はい、これをですね、まあ、いろんな、まあ、鉄拳のイベントだったりこのケロット杯の参加や優勝得点等を考えて今プロジェクトで用意して山沢の方と握って、準備してきました。本当はこの告知だけだったんです。ただ、まあ、まだ画像があります。次行ってもらっていいですか。はい、次の画像、まあ、こう平八がつけるとこんな感じです。この頭のカエルマジかわいいな。はい、シャオユだとこんな感じな。これもかわいい。はい、あとはですね 2D 系のアイテム、こちらもプレイヤーパネルですね。あと称号やプレイアイコンこれを山沢の方と詰めてました。がっつり山沢だな。はい、なんで稼働後にですね、いつどういうタイミングでこれを配布したりイベントで
あの皆さんに入手できるチャンスがあるかまた告知しますので、まあ、ちょっと、これだけの告知だったんですけど急遽2個追加して計3つ告知させてもらいました。今後とも、山さんのこのケロットハイと鉄拳 7FR よろしくお願いします。はい、はいはい、以上告知でした。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまずは6月中旬に正式な稼働日が、はい、そう正式稼働日は6月の中旬にあの別のイベントでしっかりと公式としてあの告知しますんで楽しみですね。はい、ちょっとそこまでお待ちください。ありがとうございます。いやカエルの方頭のやつ超かわいいですね、はい、あれいいですよね、うん、質感がなんかあれかなりデザイナーこだわって作ったんで質感すごいなと思った。結構いい出来になってます、ねはい、でもね、ゴーキー買ったじゃないですか。ゴーキーに被せてるけど、はい、微妙にエディっぽいですよね。そうですね、なんか体格もそうだし、はい、まあ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 そんな感じでした。まあ、あの告知3つさせてもらいましたけど今後とも一緒に盛り上げてください。はい、はい、ありがとうございます、そうですね、本日は、アミパラ岡山より、お送りしてきましたケロットカップ中四国最強決定戦 3-on-3 ですけれども、まあ、そろそろ、あのお時間という感じですね。じゃあ一人ずつあの感想をお願いします。はい、まずゆうさん、のびさんという感じで。そうですね、まずはその主催というか運営に関してなんですけれども、ちょっと本当に、まあ、皆さんに後でアンケート取りたいぐらいちょっとどうだったのかなってすごい気になっているんですけど、ちょっとまあ不慣れな点もありましてですね、我々あのご迷惑をおかけしたかと思います。でも進行の方は本当にプロの方々がうまくやってくれたので、こう時間内に終わることができてほっとしております。遠方から来てくださったお客様もいると思いますので、帰るときは気をつけて運転して帰ってください。で我々の大会結果の方はですね、まあ、ちょっとまた決勝トーナメントの途中で敗れてしまって、その山さんのお膝元の岡山で優勝できなかったのがすごい正直本当に悔しいんですけど、また大阪大会とか FR 稼働してからの大会で、まあ、ノビーやタケとあの無心鉄拳のチームで頑張っていきたいと思いますので、皆さんの放送を皆さんのご覧の皆さんも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、昨日から設定の準備もいろいろしまして、今日今やっとこういうふうに大会が全て終わったんですけど、本当に1個の大会作るのにどんだけの人がみんなで力を合わせてやんなきゃいけないかという大変さも本当に思い知らされましたし、皆さんにとても感謝しております。次回以降もケロット杯やっていくっていう話になっているので、ますます次もクオリティを上げてやっていきたいと思います。ちょっとね、鉄拳も本当に勝とうね、そろそろっていう感じでね、次は頑張りたいと思いますので、皆さん本日は本当にご参加ありがとうございました。はい、今日はね、公式ではなくゲストという形でこの大会に参加させていただいたんですけども、まあ、ユーノビや山さんの方々はじめ、まあ、運営にもマサカリやシューディ含めメリプちゃんも協力してもらって、まあ、この大会が第1回見事ちゃんとに運営できてすごく盛り上がって、また鉄拳がみんなやりたくなったんじゃないかなと思います。僕もそう思いました。鉄拳 7FR までもう結構近くなりましたけども、鉄拳7以上に盛り上げていこうと思ってますんで、皆さん今後ともよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。はい、というわけでですね、まあ、スケジュール進行だったなと。いや本当ね、まあ、かなり早上がりできたんで、この後会場の皆さんはよろしければぜひの試合なんかをこうやっていただけるとお店も嬉しいですし、多分交流もね、広がりますし、そうですね、いっぱい友達作って帰ってもらいたいですね、はい、ぜひオフラインイベントなんでせっかく来たんで、はい、まあ、この機会をうまく利用して、まあ、ゲームを楽しんでいただけると、まあ、より人生がねちょっと幸せになるかなというふうに思ってます。本日はですね、お長い時間でしたけれども、このケロットカップ、アミパラ岡山より、お送りしておりますこの 3-on-3、最後まで盛り上がっていただきありがとうございました。優勝した、グローリーの皆さんおめでとうございます。次回もね、はい、どっかの大会でお会いしましょう。やはり、はい、まあ、ゲームはねオフラインあってだなというふうに、そうですね、こう毎回大会やるたびに思いますので、ぜひ今後とも皆さんの、ご参加をお待ちしております。本日は、ありがとうございました、はい、お疲れ様でした。はい、第2回ケロットカップも期待してます、はい、期待しております。